これが前足だな、これが前足で、これが後ろ足だな。それでは、今日は実はクリスマスイブ、特別な夜です。そんな日にですね、天の恵みか、こんなタイミングですごい、イノシシの足のスープでございます。まあ、いわゆる豚骨ですね。それでは、まずスープをいただきます。毛がすごいよ、毛が。こんな毛むくじゃらのスープ。なんだこれは。でも意外とすごいあっさりしてるな。あまずね、これ塩も調味料も一切入れてないですよ。水にただイノシシの足をぶち込んで煮込んだだけなんですよ。この真っ白な白濁スープ、風味はね、やっぱりまあイノシシ的な風味はするんですけど、なんだろう、こんなにさらっとしてるもの、あっさりしてる。もう一口。でも奥底に深みを感じますね。何かを足す必要はあると思うんですけども、すでに深い味わいがありますね。突っ込んでいきます。この胃の足、胃の豚骨スープに醤油をちょっと入れました。はい、最高。醤油豚骨とはよく言ったもんですよ。ぴったり合う。イノですけど、豚ですからね。豚骨ですよ。醤油と合う。こちらは縄文小屋です。さあ、それでは行ってみましょう。あお。コラーゲン 200% と言っておきましょう。さあ、うお、おまい、グッネス。ひずめにかぶりついたことあります？ないでしょう。私もありません。人生初、獣の足に食らいつく。ねえ。やばい、毛並みが。毛並みがいい。ああ、毛むくじゃら。
すごいですよ、もうね、煮込まれてトロットロ、もう自然に皮が剥がれてます。いただきます。臭み一切ない、繊細、コラーゲン全開。え、骨だ。ちょっと待ってたよ。もうね、ホロホロに崩れてるんですよ、もうボロボロに。どこ食べるの？うわー、もうコラーゲン、あー、お醤油をつけて、かぶりつく。これが縄文流ですよ。こんな美味しいの？もうね、イノシシのイメージ、味のもう完全にひっくり返っちゃいました。この豚骨最高です。今年1年間いろいろな野生動物に出会いましたし、口にしてきましたけど、これこそクリスマス1年の最後に締めくくりにふさわしいごちそうです。最高です。肉の部分もコラーゲンばっか食べてましたけど、肉うんまっ。究極のグルメ、それが縄文小屋の中にあります。マジで。みんな美肌に気を使うなんて、私は男じゃないですけど、これね、明日の朝の時にツルツルなんじゃない。これこそ縄文ディナーですよ、ね、じゃんけんチョキ、じゃんけんチョキ、これこそ縄文ディナーですよ。ウェルカム。
はいよ。はい。それでは本日の締め、イノシシ豚骨ラーメンです。やっぱね、締めは麺ですよね。さあ、濃厚な白濁スープいかがでしょうか。濃厚な豚骨ラーメン、イノシシラーメン、おまたさん、最高です。